さあ、続きやっていきますけども、まずは、これがあったの忘れてたね、前回最後。私は見届けました。あなたが成し遂げた姿を。ルッタ、ルーダニア、メド、まあ、あっちの方にいんのかな。もはやすべての神獣は解放されました。今のあなたなら、秘められた新たなる力を手に入れることができるはず。快晴の祠へ向かい、シーカーストーンを端末に戻すのです。英傑たちのバラット。まあ、これが前回言ってた DLC コンテンツが解放されねえなーって言ってたけど、なんか一回ロード挟んだら発生するみたいで、一旦家に帰ろうとしたんだけど、帰った先で発動しちゃったから、ちょっと逃げてきたんだよな。ああ、これ回線の方からか。で、まあそういうわけで何もできなかったので、一旦家に帰ります。まあ、前回終わった後に、ウルボザの装備を預けに行こうと思ってワープしたら発動しちゃったので、さっきのセリフが。結局、探索は何もできなかったんだよな。で、とりあえず、読み込みまだ？武器の空きはないな。一旦捨てるか。ゲルドの槍って写真撮ってたっけ？あ、撮ってねえや。ちょうど立ってるからいいや。で、じゃあまずこれ回収して、七宝のナイフを飾る。で、盾も飾ると。 OK、 じゃあ写真を撮りましょうかね。ウルボザのサイズ感が合ってないんだけどな、武器スタンドの。はい、盾も取る。OK。これで、家に英傑装備が全部揃ったね。他のやつは何も預けてないけど。さて、持ち物を、マスターソードでいっか。で、今回は、まあ、いろいろやりたいことはあるんだけど、まあ、改正の祠もそうだし、コログの森でマスターソードの強化もそうだし、こういう星印打ってるとこの、祠回収もやりたいしっていうところあるけど、まあとりあえずゲルドを回っていこうか。何も探索できてないしな。まあとりあえずこの祠クリアしてないから、行こうかな。うん。まあ、すぐ終わったら、すぐ終わるというか、簡単であんま面白みねえなと思ったらカットするんだけど。では行ってみよう。5つの撤回。うん、まあ、簡単そうだけど、ちょっと面白そうではあるな。まあ、要は電気回路をいじれって話だな。この下のが導線なわけで、繋いでやればいいんだろうな。まあ、こっちからやるか。これ繋ぐのに必要なのかな。何個かいるな、これ。簡単な方から攻めんのが基地か？ここが一番簡、いったー！いてー、いてーよー。ここが一番簡単そうだな。てか、この服着なくてもゲルド行く予定、入る予定ないから、いいんだけどな。はい、新しい撤回。適当に着替えて出るか。あ、でも暑いから、男用のゲルド装備でも着るか。これは今度こっちでいいか。で、あの大きい塊が手前。ほい。この辺かな。入るかな、あれ。電
電撃。ちょっと奥、あ、届いてない。なんだ、あ、これも撤回だ。あ、ここにもある、横に。これが最後の扉かな。あ、電気の刀か。槍いらんからな。王家の方が弱いし、いらね。槍添えて立つんだよな。さっきもそうだったけど。まあ全部あっちに持って。いや、この撤回だけは違うか。多分ここだよね、こいつは。あー、操作がめちゃくちゃだよ。あっちにもあるのか。ここもあるな。両方つけんのか、最終的に。あ、違うか。この流れてんのを伝達すりゃいいのか。ここにでっけえのがあるから、これを出したいのね。で、あ、箱いんのか。ここにいるわ。運ぼ。じゃあ最後、これかな。うん、オッケー。で、今度はこのでかいのと、ちょ。まあ、いいや、あっちに持っていこう。まあ、これ、さっき捨てたあの、王家の槍とか使ったら、なんか詰まってね。王家の槍とかでも多分代用できるよな、撤回。はい、没収。てい！オッケー。宝箱開けたし、もう何もないかな。じゃあ着替えて出るか。寒いと思ってこの格好で出たんだけどな。時間経って、よう開けてたわ。よし。厚さガードついてるし、これでいいだろう。おお、キルトンいる。真珠解放したし、キルトンなんか売ってくれるかな。やべえな、急がないと。あ、寒い？寒いか。これで我慢してくれ。てか、サンドブーツか。サンドブーツこの前もらったんだ。あ、サンドブーツじゃねえ。あれもらったのスノーブーツか。サンドブーツももらうやつやらないとな、じゃあ。いやー、急げー。リーバルトルネード、いつでもオッケーだ。どうも。キルトンなんか売ってくれるかも。あれなんだ？なんか像があるけど。キルトン、急げ。あとちょっとなんだ。騎士の像だな。どうも。あ、やべ。ダメか。クソ、逃げられた。キルトンのマーク何してたっけ、俺。あ、鍋のマークだっけか。めっちゃ忘れてた。うん、ちゃんと看板立ってんだな。これ消えんのかな、看板。ん？なんかあるような気がしたけど、気のせいか。いや、この上には多分なんかある。てか、錆びた剣があるのか。旅人の両手剣。これ、なんか怪しいな。あっち？なんかあの遺跡がっぽいのか？なんかあっちを指してるように見えるんだけど。なんかあんのかな？まあいいや。あー、砂ざらし捕まえた方がいいのかな？動きづらいよな。でも、ほこら見つけて、どうのこうのってしてたら、あ、やべ。ちょ、マジで、すぐ動き止まるな。あそこにも像がある。これな、あ、スイカか。
なんか、英雄がどうのって言ってたよな、前。これか？ゲルドの英雄って。メモした方がいいのか？なんかあっこっぽいな、次は。なんかメモ打っとくか、ピン。刀でいいや。ちょっと、砂ざらし調達してこよう。さ、砂ざらしも調達したので、あの骨見えてるとこ行こうかな。あそこに大妖精いると思うんで。いや、動き楽になるな、本当に。早いわ。これ先にサンドブーツ取りに行くのありだな。あれ、ここじゃねえな。もっと向こうか、俺が求めてんのって。これか。あ、じゃあここ違うわ。もっと向こうだから、マジでカットでいいわ。遠すぎる。なんか嫌な予感するな、この辺。え、モルドラジーク出るんじゃない？これ。大丈夫かな？あまりにも何もなく広すぎるぞ。いたー！モルドラジーク！モルドラジークいるじゃん！こっち来るかな？あー、やべえ、砂嵐に入った。何も見えん。まっすぐ進むか。見えねえ。何もないとこを突き進んでるけど、うん、なんだ、あ、着いた着いた着いた、ゲルドの大化石着いたー。よし、お疲れ。はい、マーク。先にちょっと攻略しよっか。いてぇ。うん。結構面白かったけど、めちゃくちゃ無言でやったので、100% カットしてますね。で、まあ、お金がちょっと足りないんですよね。確か1万要求されるはず。あ、そんなざらしそんなとこにいるんだ。ものよ、若者よ。私の話を聞いておくれ、いいですとも。大妖精テーラ。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって力を失ってしまったばかりにこの有様さ。はい。お金が欲しいんだろ。少し釣って一万ね。まあそうなんだけど。金がないんだよな。はい、どうぞー。ルピー足んないねー。しゃー。ゲルドでいっか。近いとこゲルドだしな。ってことは、中に入んなきゃいけないので、宿所に着替えつつ、あ、ここ暑いんだ。じゃあちょっと行ってきます。さて、まあ、1万以上確保してきたので、売るか。売るかじゃねえや。お金出してやるか。はいよ。ひったくりー！はいよ、みなぎってこい。あー、力が、みなぎってくるー！どうもー。最後の大です、あー、大精霊、ん？大妖精か。最後の大妖精。うん。あー、ごめん、遊ばせー。うん。
私は大地の妖精、四姉妹の長子、テーラ。あなたのご活躍、つぼみの中からずっと拝見しておりました。それはそれは、東本清掃、長長八子の大活躍でございました。決して適当言ってるわけではありませんことよ。私には全てを見通し。証拠に今あなたが何を思っているかを見通して差し上げましょう。ルピー返して。はい。あなた。前置きはいいから早く服を強化してくれって思ってますね。いや、ルピー返して。どうやら図星でございますわね。うん、せっかちの方。はいはい。強化して、じゃあ。これ最大までいけるよね。うん。四姉妹解放してるから。さて、オルドラの角のかけらがいいのか。さあ何強化するかって話だよな。まあとりあえず一通りできるもの、とりあえず夜行マスク、この辺の安い素材の分から全部潰していこう。はい、来い。連れてかれた。さ、まあ一通り強化できたかな。はい、バイバーイ。まあ、こいつの強化エフェクトが怖えのは知ってたからな。あの掴むやつマジ怖いんだよな。さて、もう割と探索はしてるけど、下の方はまだなんだよな。ここに、思い出スポットが一個あるのは知ってるけど、どうしよっかな。七人の賢者の話はやっときたいか。うん、まあ、さっきのあれは何だったのかわかんないけど。賢者の話は、どういう話だっけ？これか、七人の英雄。ゲルドの町を出て東の方に七人の英雄たちの巨像があるという、勇者の試練に関係するけど、我ら七人の御霊、正しき、導き師もの勇者の試練への資格を与えん。御霊を導け。ミニチャレンジのあれは、どれだ？モルドラ8人目の英雄か。英雄には8人目が存在し、今も信者たちによりゲルドコーチに祀られる。その上半身を。はぁ、これもついでにやるか。じゃあゲルドの町にもう一回帰るか。考古学者の話が進んでるかもしれないからな。さて、全然関係ないけど、ここってさ、呼べんのかな？あ、呼べんだ。めっちゃ久しぶりに呼ぶけど。なんならもう戦力外だからな。勝手に突っ込んでいくから。あ、ここもゲルドの町の判定なのか。じゃあほっといたら帰るな、あれ。外側も町の判定なんだな。はい、帰ってった。考古学者ってどこにいるんだっけ？今なんか出してない？あいしょ。なんて挨拶してる余裕ないのよ。真珠がおとなしくなってこれからお客さんが増えるって時に、こんなことになるなんて。どうした？ハンドメイドで、あ、アクセサリー屋か。ここか。アクセサリーの加工に必要な火打ち石を切らしちゃって結構持ってる。10個。10個あれば、まあ10個程度なら。あげるよ。いいよ、あげるあげる。うちはルビーやサファイアなんかを使ってアクセサリーを作ってるの。宝石にはそれぞれ力が宿っててね、身につけるとその加護を受けられるの。ダイヤモンド持ってるけどね。火打ち石がないことには何もできない。だからあげるって。装備を1個無料でくれるんだよね。いや、あげるって。どうぞ。
いいからいいから。いや、あげるあげる。うんうん。サクサク。でもいいのかしら、見ず知らずの場合にこんなに親切するで、親切にしてもらっちゃって。ああ。知ってる知ってる。俺にアクセサリーはどれか一つと。ルビー、サファイア、トパーズ。まあ、トパーズにしよっかな。感電を防ぐ。もらおう。まあ、それぞれ非耐性、氷耐性、雷耐性みたいなことかな。で、ダイヤモンドは古代の兵器耐性。あなたのために作った新作よ。新作だった。トパーズの耳飾り。まあ。うん。はいよ。と、あ、いつでも特別価格だから。他のお客さんには内緒。ね。帰ってくんだ。この人、宝石欲しがってたんだよね。って、あなたもしかして、気づかれた。男の子？え、やばい。やっぱりそうだよね。すごいじゃん。よくバレずにここに来る。バレたー。まあ、同じハイリア人だからか。まあ、ゲルド族の人たちってあんまり細かいこと気にしさせたら気にしなさそうだもんね。あ、はい。うん。ありがとう。その男の子は、漢字表記はどっちなんでしょうね。考古学者、ここか。そうだ、あの、素材、大妖精の強化の素材全然足りてねえから、また録画外で集めたいんだよね。話を聞きたいけど、進んだかな？特に何もなしか。場所ってのは、巨像岩のゲルド砂漠入り口。近づき、安全装置、そろそろ調査再開しないとね。神殿近くに発生する砂嵐もやんでほしい。神殿？まあいいや。特に何もないっぽいね。じゃあ行くか。通っていいかな。おお、近いとこにいる。どこだ？マーク。これ何のために撃ってんだっけ？これ何のために撃ってんだろう？取っちゃえ。あ、こいつらもいいや、取ろうか。七人目の賢者って、多分影だよ、C じゃない、八か。ん？気のせいか。八人目の賢者って多分影だよね。あの刀があったじゃん、でっけえ。あれ含めた影が賢者に見えるって話だと思うんだよね。賢者？英雄か。うおぉ、何今。風で曲げられた？で、まずはここだな。これが七人の賢者の話。手帳。おこらチャレンジ、七人の英雄。御霊を正しく導きし者。どういうことだ？行ってみないとわかんない。